ラリードライバー対レーシングドライバー、いやどうなるか、さあスタート位置は違うところから始めますから、さあこの場出場校10校こちらの皆さんです。順番にご紹介させていただきます。構成の尺長いよ。テリー土屋の車の話始まりました。はい、ねえ、土屋さん始まりましたね。ねえ、はい、何ですか。なんかこう外ロケってどうしちゃったの、レベルが上がってない。いや、いいですね。いいですよ。で今日はなんかこれ見てください、いきなりですよ。これもコースを作りまして、あ、ね、コースなんで俺殺人現場かなと思って。違いますよ。バレットですか。はい、今回はですね、はい、千葉県香取市にあります浅間台スポーツランドにお邪魔しております。殺人現場じゃないですよ。香取神宮近いですよ。全部ばっかり張ってるから、これここコース作ったんですよ。はい、ここあれですよ、関東地区におけるパイロンジムカーナの聖地と呼ばれている場所でして、全日本選手権なんかもね開催されていた場所なんです。前回ですね、荒弘樹さんがですね、車の新しい競技を立ち上げたいというご提案がありまして、はいはい、どんな競技がいいのかもこうみんなで話し合いしましたよ ね、 ね、うん、そして今回この荒井弘樹選手の思いが形になったのがこの、はいはい、アイロンコース、あの2台同時に走行する、まあ、クロスジムカーナというものを、 X ゲーム、はい、X ゲームと同じようなコンセプトでやりたいなと思ってまして、うん、はい、あのジムカーナって本来1台1台出走なんですけども、あのバトルでは2台同時にスタートしていただいて、うん、それをなおかつあの前回いろいろアドバイスいただいたので、うん、分かりやすく区切って、うん、どのぐらい離れてるのかっていうのも分かるように、うん、なるほど、はい、ってことは今回はねドローンも使って分かりやすいってことですね。そうです、はい、というわけで散々文句言ったじゃん前回、はい、前回ちょっとそんなものは分からねえよとか言って分かんなかったでしょ。分かんねえ。前回は正直言ってね何やってるか分かんなかったって。今回は僕ちょっとあの上でね後で見てもらうと分かるんですけど、うん、上の方から俯瞰で見るんで、うん、一目瞭然。そうだよね。こういうレース一番好きなのは実はアメリカ人ですよ。あ、ほら例えばインディーもそうですけども、はいはい、F1 みたいなアメリカ人飽きちゃうんですよ。飽きる、うん、というのはこういう風に一瞬にして分かるもの、これがいいんです。まあそうだね、そういうことですよね。分かりやすくていいですよね、うん、あのどこでもできるっていうのをコンセプトにしたいので、例えば浅間台でできることが他でもできるようにしようっていうのもコンセプトなので、うん、ここでいろいろ実績を重ねて、なるほど、まあ、ヒロキがさ、はい、うん、こう新しいモータースポーツを作ろうとしてるわけ、うん、そうですよね。いやでもね、はい、これ本当に僕すごいことだと思いますよ。ね、今日はすごいでしょ。今日はすごい、うん、今までのね今日は車の話正直言って流してました。え、今まで流してました。今日はそんなことないよ。今日は初めて真剣になります、今日はすごいです。いやすごいですよね、はい、というわけで学校対抗ルーツ車の話杯を開催したいと思います。いや皆様おめでとうございます。開催おめでとうございます。本当にすいません、また今日実況しにやってまいりました。スーパー GT 公式応援団長の小庭でございます。はい、実況させていただきますのでよろしくお願いいたします。早速なんですけども、はい、学校対抗ルーツ車の話し杯の出場校10校こちらの皆さんです。順番にご紹介させていただきます。まずは群馬大学の皆さん。いやあの慣れてない感じがいいですね。ありがとうございます。続いて今ちょっと無理しちゃいました。それを見た上での慶応義塾大学の皆さん。ああちょっとまだ高そうですね。ちょっとひねくれてます。はいはい、そうですね、ひねくれてます、はい、続いて芝浦工業大学の皆さん。2人で来てますからね。そして隣が上智大学の皆さん。よーし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 。女性のいやそうなんですよね。いや最近やっぱりねドライバーのことでも女性のこと増えてますけどね、はい、これ非常に嬉しいですよね。ですよね、はい、いやピースしていただいて、あなたが個人的に嬉しいだけですよ。確かに、はい、では続いてお隣千葉工業大学。イエーイ、地元でございます。地元の期待一心だったそうでございます。地元地元。続いてお隣トヨタ東京整備学園の皆さん。トヨタも完璧についてますからね。はい、俺はもう将来トヨタでね就職しますからね。約束されてますから。続いて日本大学の皆さん。テリーさん頑張ります。テリーさん大好きです。テリーさんテリーさんテリーさん大好きです。頑張ってよ。頑張ります。後輩だよ後輩。ね、続いて法政大学の皆さん。もう
頑張ります。大阪大学もね、もうちょっと優勝狙ってるし、もうこっちよりも女性がいらっしゃるんですよね。ほら、もうね、いいね、いいね、いいね。部長らしいですよ。え部長。部長、はい。すごい。よし、カメラマンさん、長くないですか。個人的感情入りすぎでしょ。部長も手慣れてますよね。あの部員さんが。俺の部員が吹いてるわけですよ。ちょっと縫製の尺長いよ。ちょっと次行きましょう。次行けよ、カメラマン。続いて、横浜国立大学の皆さん。そして最後、立教大学の皆さん。あ、立教ユニバーシティの。ということで、以上の10校の皆さん、よろしくお願いします。これは期待です。どうですか、テリーさん、これ見て気になるところとか。これは日大だよ。いやいや、僕ね、日大もそうなんですけど、はい、今大学院、慶応大学行ってるんですよ。おー、そうなんですよ。でもこのね、3月の28日、はい、まあ、最後ね、うん、まあ、授与式があるんですけど、はい、両方、個人的には応援したいんですけども、はい、そんなこと言ってません、はい、皆さんに勝ってほしい。ああ、いいですね。そ, そうですよ。調子のいい親父じゃん。いや、でもそうじゃないですか。だからいきなりのね、はい、本当に、ね、伝説の今日、一日になるんですよ。そうだよね。そうですよ、ね。ここから始まるんだよね。そうで、多分これ、皆さんを見てですね、多分他の大学もですね、あの番組出てみたい、うん、私もね、これね、参加したいってことがたくさん出てくるんでね。フェリスとか大妻とかね、いいですね。ね、いいね、いいね。女子大です。目の色変わったね。いや、土屋さんもだいぶ目の色変わってます。いいですね。どうぞ、まさに花を添えていただきますよ。改めて藤木さんの方からちょっと自己紹介を。この2人知ってる、はい、伝説のレースクイーンそうですよ。はい、ありがとうございます。お名前お願いします。はい、元レースクイーンなんですが、五感を取らせていただきました。はい、藤木由紀です。五感で感じる女だよ。村上くんでも三冠ですからね。五感でございます。よろしくお願いします。お願いします。藤木由紀さんでございます。よろしくお願いします。続いてお隣、これ現役ナンバーワンだよ、はい、レースクイーン8年目、今年は2023ウェッツスポーツレーシングギャルズとして活動しています、桐島聖子です。いや、よろしくお願いします。桐島聖子さん、もうね、ね、現役でさ、うん、ね、フォロワー16万人以上いるんだよ。ありがとうございます。そんな俺の、まあいいや。何を言いかけたんですか。すごい気になる。だけど本当に多分ね、群馬大学の人たちはこういう美女見たことないと思うんですよ。はい、失礼だ。群馬にはいません。います。いるわ。いませんって。いないでしょ。千葉にもいません。いるわ。失礼。千葉結構いるわ。千葉いないと思いますよ。この親父は群馬と千葉を敵にました。間違いない。ただやっぱり群馬には美女いないと思います。いるわ、絶対いるわ。はい、ちょっとですね、はい、ここでルールのご説明をしていただきたいと思います。はい、森川さん、今回どんな大会ですか。はい、私の方から説明させていただきます。はい、まず、出場校10校の皆さんで予選を行ってもらいます。はい、予選はですね、この番組オリジナルコースの1周のタイムを競いまして、上位8チームが決勝トーナメント進出になります。厳しいですね。そうなんですよ。厳しいです。ここで2校が脱落ということで、うん、そして決勝トーナメントでは番組オリジナルコースにスタート位置をずらして2台が同時にスタートします。うん、はい、そして先に2周した方が勝利となっていくと。ただしスピンをしてしまうとその時点で退場、もう失格となってしまう。ダメですか。ダメなんです。いや、スピンダメでしょ。そうなんですよ。車の競技でスピンダメでしょ。もう終わりでしょ。それこれだから、まあ、やっぱりちゃんとこうルールを設定してやっぱ厳しい大会としてもやっぱあるようにと。一応それはね、それはしょうがないですよね。そうですね。ちなみに優勝された学生さんには何かご褒美はあるんでしょうか。はい、なんと優勝チームには優勝トロフィー、そしてなんとテリーさんね、プロデュースする唐揚げの天才さんからお食事券5万円分。どんどん食べてください。さらに、さらにあります。アヘッドさんから商品券5万円分。そしてなんと今追加になりました、東洋タイヤさんのグッズが入ったと今追加されました。いいですね。あと場合によってですね、あとで土屋さんが六本木招待してくれます。六本木の飲み屋、鈴木アグリにしてよ。アグリさん、そこの名前出さないでください。そりゃそうだ。で、予選会に入る前にですね、はい、ここで大会主催者であります新井さんにエキシビジョンマッチをしてもらおうかと。はい、よろしくお願いします。皆さん、新井さんがどれだけすごいかっていうのをちょっと知らない方もいらっしゃるじゃないですか。いや、そうですね。はい、どうですか、去年とか WRC ラリーとか
東京とか日本で開催されましたけど、見たこと見たよって方。おー、いやいや、いますね、結構いますよ、テリーさん。群馬低いな。新井さん、群馬ちょっとおかしいな。群馬ちょっと綺麗な人いないな、多分。群馬多分綺麗な人いないよ。ラリーしかないだろ、群馬。さあ、新井さん、自らちょっと自分の実績言ってください。そうそう、言ってあげてください。あの、WRC ジャパン2022であのクラス優勝しまして。いやー、はい、さあ、おめでとうございます、改めて。ありがとうございます。群馬の星だわ。まあ、二輪駆動なんで、まあ、いろいろ参考になるかなって、まあ、武者って結構 FF とか FR とか二輪駆動車が多いので、まあ、いろいろ運転の面でも参考になればいいかなというふうに思ってます。で実際に新井さんがこのコースをね、はい、今回あの朝早く来てですねやってくれてます。WRC の優勝だよ。すごいですね、はい、そして今回エキシビションマッチの対戦相手、はい、こちらの方でございます。拍手でお迎えください。レーシングドライバー久保凛太郎選手でございます。よろしくお願いします。よっ、髪型がやらしいですよね。ありがとうございます。いかにも女の子でモテたいというさ、ありがとうございます。いや、間違いないです。今一番嫌われる髪型ですよ。テリーさんもう結婚してます。すいません。よかったです、好感度が高いです。ありがとうございます。凛太郎はさ、うん、もうヒロキが相手だから、うん、大人げない。よ、4区持ってきやがった。もう勝ちたくてしょうがない。勝ちたくてしょうがない。もう ルールを、ね、説明させていただきます。新井さん、久保さんには決勝トーナメントと同じルールでレースをしていただきます。お互い違うスタートの位置から同時にスタートをしてもらって、はい、先に2周した方が勝利となるということで、はい、これは楽しみだね。まあ、お互いちょっと持ってきたマシンを聞きましょうか、改めて。まあ、新井さん、アヘッドプジョー208ラリー4、実際にあの WRC ジャパンを戦った本物のラリー車両をちょっと今回。ずるい男ですね。いいね。でも肉だから。肉だ。ね、まあ、ここはあれですわ。やっぱり4区のが。絶対言うでしょ。ね、そんなのでさ、凛太郎向きになる。じゃあ持ってきたマシン、凛太郎さん。僕はウィンマックスさんの GR ヤリスをお借りしてきました。本物のやつ持ってきましたね。普通はさ、普通は、あ、ヒロキが FF だったらじゃあ俺も FF でってなるじゃない、はいはい、大人げない人生。まあでもノーマルと、レーシングカーなんで、うん、そこの差は大きいかなと思いますよ。いや、自分でなんか締めてますけど。いやでもね、楽しみなんですよ、はい、一体どのぐらいのタイムでね、うん、そうっすよね。あとはそれこそ学生さんとのちょっとね、うん、違いも見たいですよね、うん、ちょっとやっぱり意気込み、うん、まずヒロキさん、これ自分が作ったコースでやるんだから、うん、どう。そうですね、まずあの四輪駆動だろうが負けられないなと。はあ、いいですね。そりゃそうだよ、WRC ドライバーだよ、ねね、世界チャンピオンだったもんね。そして、凛太郎さん、どうですか。もう僕どうこうじゃなくて、もうヒロキが負けたらやばいっていうのは彼が重々分かってると思うんで、やばいことにならないといいなと思ってます。いや、土屋さん、この勝負どう見ます。いや、誰がどう見たって四駆の方が言うよ。こんなのさ、立ち上がりが、まあ、バコンって四駆でさ、はい、トラクションかかるもん。そうですよね、うん、これせこいね、凛太郎。でもスピンしたらほら、その時点で失格ですから。凛太郎だったらありえるね。ちょっと力入っちゃう場合もあるんですけど、楽しみですね。そうですね、はい、ということで、改めてエキシビジョンマッチスタートでございます。よろしくお願いします。それでは学校対抗ルーツ車の話し合いエキシビジョンマッチスタートでーす。いいよ。さあ、ラリードライバー対レーシングドライバー。いや、どうなるか。さあ、スタート位置が違うところから始まりますから、ね、さあ、このまず、やっぱりちょっと位置の書かれ方が違いますね。そしてテリーさんのゾーンの前には360度ターン。ヤリスだ、ヤリスが360度ターンしていく。さあ、相手が反対側にいますので、まだね、ちょっとどれくらいの差があるのかっていうのは多分認識できないまま、そしてこれを意識できました。ライオン
これタイム差そんなないよ。ないない。そうですね、だからひろきは肉の癖でうまいよ。肉の癖で。改めてお二人が帰ってきました。拍手をお願いします。あ、ここで、はいはい。いやー、まず新井さんどうでしたか、ご自身のね、この組だったら。360度か全く回れなかった。りんたろーさんどうでした。僕も360度ターンがサイドがやっと効くようになったんですけど、その後加速しようと思ってアクセルで回そうとするとどうしても駆動が抜けちゃって、なんかダッセーと思いながら。木村ちゃんあんまり納得してない感じ。あそこなんかね、なんかちょっともうちょっとかっこよくやりたい、もうちょっとかっこよくやりたい。まあ FF なんであんまり綺麗に回れきれない。2人とも初めてですよ、コース初めてです。あ、ね、ヒロキは作ってますからね。ああ、そこの判断やっぱ大きいかなと思います。りんたろー、りんたろーさっきずっとこそれんしてたから。見られてるぞ。俺は見てた。作った見られてるぞ。作ったやつに負けないようにとは思いましたけど。さあ、ということで、はい、それではここから予選大会始めてまいります。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。